甘えちゃって。それくらいなんてことないけど、こうしたい理由が何かあったのか？二人きりで部屋にいたら、なんだか初めて出会った日のことを思い出して。そうか、確かにあの時も宿部屋で二人で過ごしたな。はい、あの時はまだお互いのことを何も知りませんでしたよね。私の印象ってどうでした？この子は失ったテイムモンスターが本当に大切だったんだなって思った。なんだか恥ずかしいですけど、紛れもない事実です。そうじゃなかったら見ず知らずの俺と一緒にアイテムを探しに行ったりしないもんな。そんなことはありませんよ。確かに何も知りませんでしたけど、この人だったら大丈夫って不思議と思えたんです。そんな風に思ってくれていたのか。もちろん今は強くて優しい人だって知っています。俺もシリカの良さをたくさん知ったよ。ありがとうございます。今ではあの頃よりも多くのことをお互いに知っていますね。もちろん。それに今の方がずっと心の距離も近い気がします。うん、俺もそう思うよ。これからも私のことをたくさん知ってもらって、そしていろいろ教えてくださいね。Thank you.
いらっしゃい。またのご来店